ライター。ライターとは火をつけるための装置である。その多くでは何らかの燃料を消費する燃焼式が主流であるが、電熱式もある。近代以降より、様々な創意工夫が凝らされたライターが開発されてきた。ライターと燃料やその他消耗品を組み合わせることで簡便な着火を可能としている。小型のものは主にタバコに着火し喫煙するためにタバコと共に携帯して使われる。古くからある携帯機器であるため様々な意匠を凝らした製品も多く、利用者の趣味性に応じて様々な製品が利用されている。ガスコンロやストーブの奥まった場所にあるバーナーや花火などへの着火を目的とした柄の長いもの、仏壇のろうそく用の小さなもの、風のある戸外の墓参り時における線香着火を目的とした大型風防を備えたものなど、用途に応じて様々に変化した製品が存在する。こと線香や業務用のコンロなど、着火対象が明確な製品に関しては、着火器などと呼ばれる製品群もある。着火しやすい燃料に点火機構により瞬間的に高温を発生させるなどして種火とし、目的の可燃物に炎を移す。したがって燃料切れのライターでも点火機構のみにより可燃ガス等になら点火できることもある。使用する燃料によってオイルライターやガスライターなどの種類がある。燃料及び点火機構においてはいくつかの様式が存在するが、それぞれに利点と欠点がある。燃料を安定して供給し安定した着火性能を発揮するために液体または気体の燃料を利用する。固体燃料の製品は近年では一般に市販されていない。引火性を持つ燃料を使用しているため取り扱いには注意を要する。高温下に放置すると爆発する危険性があるほか、強い衝撃によっても爆発する危険性がある。特にガス式のものは内部のガス圧力が1気圧よりも大きく破裂する恐れもあるため、損傷の認められるものの利用は勧められない。また、弁の破損がある場合は燃料が漏れ続けるなどの問題もあり、密閉構造の破損したライターは使用に適さない。オイル式では燃料供給直後などではケース表面がオイルで濡れていると着火時に炎症して危険であるため、燃料供給直後はよく拭いてから使用する方が無難である。ガス式の場合は燃料供給直後にわずかながら漏れたガスがあたりを漂っていると危険であるため、換気の良い場所で燃料を供給し、燃料注入弁のガス漏れがないか確認してからの使用が望ましい。オイル式のものはその多くが蓋を閉めるまで燃料が続く限り燃焼も続くものが大半であるため、燃焼中に不注意で取り落としても燃え続ける。このため、可燃物の上で取り落とすと類焼の危険性が伴う。ガス式のものは安全機構として、所定の押しボタン式弁を持つものではボタンを離すと燃料供給が止まるため、火が消える。ただ、ガス式の中にも蓋を閉めるまで燃料ボンベの弁が解放されたままになるものもあるため、構造によってはその限りではない。また、飛行機へ搭乗する際の注意点として、持ち込みができるライターの種類及び数量は制限されており、液化ガス式、ライタータイプの使い捨てライター、100円ライター等及び注入式、ガスライター、デュポン等、吸収剤入りのオイルライター、ジッポ等についてはいずれか一人につき1個までであれば、飛行機内への持ち込みが可能である。ただし、同様のガス式ライターでも、葉巻に使用するライターで、青色の強力な炎を出す、ターボ式のライターや着火マン、吸収剤のないオイルタンク式ライターについては1機内、持ち込みすることができない。また、どのタイプのライターであっても、受託種荷物内、預ける荷物に入れることも、一切できない。亜鉛化は、火器についてはジッポー、または100円ライター1個だけを持って乗るか、現地で入手することになる。いずれにしても、火器の取り扱いに対する相応の注意が求められる。電熱線に通電し灼熱させて、タバコや葉巻を接触して点火する。炎がないので風の影響がほぼない。1940から1950年代に流行した。電熱線が灼熱できるだけの電流を流さねばならず、比較的容量の大きな電池を必要としたため、電池が重く電池の持ちもあまり良くなかったために、今日では一次電池を用いるものはほとんどない。日本でも立石電機株式会社、現オムロンが1948年、昭和23年当時に製造、販売していた。現在は小型軽量でタバコ専用の USB を電源として用いる充電型が日本や中国のメーカーから市販されている。タバコよりも太く硬い葉巻には使えない。1990年代、アメリカ合衆国では幼児によるライターを使用した火遊びに起因する事故や火災が問題視されるようになったことから、1994年7月12日以降、幼児のご使用を防ぐためのチャイルドレジスタンス機構、CR を備えないライター、幼児が興味を惹かれかねない衣装やギミックを備えたライター、ノベルティライターの製造、輸入が禁止された。後に同様の問題は欧州でも指摘され、EU 圏内でも2002年以降、同様の規制が敷かれている。具体的には、幼児の握力を超える強さでないと着火できない。着火には押し回しなどの操作をすることとされる。幼児は一度に2つ以上の操作はできない。2010年、平成22年3月以降、立て続けにライターのいたずらを原因とする幼児の焼死事故が発生したことから、経済産業省が中心となって、消費経済審議会、製品安全部会ライターワーキンググルーにより、ライターの機構や形状に関する規制が検討された。実際に2010年、平成22年12月27日からは、燃料を使うライターを消費生活用製品安全法の特別特定製品に指定し、45N 以上で押せないチャイルドレジスタンスが義務化、安全テストを合格したものに PSC マークを交付する。2011年、平成23年9月27日より、従来の CR 機構を持たない100円ライター、おもちゃのような形状を備えるライターは販売禁止となった。電熱式や2年のメーカー保証をつけた、繰り返し利用できるライターは対象外。2段階式、簡単に着火できないライター以外は販売できなくなった例外規定あり。なおこういった機構の採用は複雑化に伴う。コスト増加や使いやすさの低下が予測されており、握力の低下した高齢者では不便になるとも見られている。過去に使い捨て、ライター大手の東海は、チャイルドレジスタンス機構を採用した製品を150円で先行販売したが、売り上げが伸び悩み、製造を中止したこともある。なおこの規制は、使い捨てライターや点火棒、喫煙用ではない。長い多目的ライターで保証期間の短い製品2年未満に適用されるため、ライターメーカーの中には逆に道具としての使いやすさを目高齢者向けとして、あえてコスト上昇を受け入れ燃料用ガスの再充填が可能な保証期間を2年に設定した仏壇周りなどで使いやすい形にした製品を製造、販売しているところもある。喫煙者は社会的な風潮から年々減少傾向にあるため、今日ではライターを持ち歩く人もだんだん減りつつある。安価な使い捨てライターは、一般小売店の店頭販売価格が4個で、税抜き100円程度から、あるほか、日本国内においては、喫茶店やバーなどのノベルティグッズとして、またタバコのカートン購入や新製品のプロモーションのための付加価値として、無料で入手するとは多い。しかし、ファッションという点から見ると、財布やハンカチ以上に絶好の個性主張のできるアイテムにもなり得るため、百貨店の喫煙具売り場などでは、多種多様なライターが販売されている。例えば、オイルライターでは、高いブランド力を持ち着火とは直接関係のない、装飾のバリエーションを幅広く展開して、コレクターを生んでいる老舗メーカーがあったり、また男性向け、女性向け装身具の一種として洗練された装飾を備えた高級ガスライターもある。他方、有償のライターの中には実用性を追求したもの、例、着火性と防風性を高めたターボライターや多機能化を図ったもの、例、LED ライト付きもある。ちなみに、現在では多数のコレクターがいるジッポーのライターも、その登場時においては実用性を追求、それ以前のライターに比べて大幅な防風性アップを果て出した製品であった。火縄式のライターは古くからあり、広く使われた。ヨーロッパでは17世紀末には、フリントロック式銃の機構を利用して加工に転化する、センダーライターあるいはティンダーピストルと呼ばれるものが発明されていた。18世紀初頭に作られたものは多数が現存する。近代的なライターの開発は、1903年にカール・ベルスバッハが高効率の火打ち石の合金を発明し特許を取得したことから盛んになった。1913年にはロンソン社が現代のライターの原型を製造、販売を開始。1932年にはアメリカでジョージ・ブレイスデルが耐風ライターのジッポーを発明。最初に実用化されたライターは、1772年、安永元年に、平賀源内の発明した火打ち石に、バネ仕掛けの小さなハンマーを打ち付けて点火する、もぐさを燃料として使用したものである。このフリントロック式銃の点火機構によく似た、刻みタバコ用点火機は広く普及したという記録もないが、当時の香塚には、大変好まれたようだ。マッチが考案されたのは1827年であるためマッチより歴史が古い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。